私の名前はかなで、料理研究家だ。小物雑貨を作ってネットで販売もしている。夫の名前はアルト、動画編集や映像制作の仕事をしている。ああ、口パクめんどくせえ。娘の名前はハル、3歳になったばかり、食べちゃいたいくらいに可愛い。アンニ、お医者さんごっこしよう。麻酔なしで手術しますよ。クワイプに。そんな幸せ絶頂な私にはある悩みがある。それは俺の体を雑に切るんじゃねえ。ごめんなさい。私は霊感があるのだ。それも人より少し強め。それで料理ができるのか、プニン。私にはもう一つ悩みがある。それは毒親の存在だ。おい、今日も来てやったぜ。俺たちは無職人とのお前たちが心配なんだ。そうよ、だからさっさとこの壺買いなさい。幸せになるんだからね。私の両親は新興宗教にはまっている。そしていつも何かを売りつけるのだ。しかも私とアルトを無職と思っている。在宅ワークと説明はしてるんだけどな。やっと帰ってくれた。両親から距離を置きたいな。そうだな、いい機会だからちょっと環境を変えてみるか。そうね、この家は中古で買ったけど作りが少し不便だしね。私たち家族は引っ越しをすることにした。新しい住居は古い洋館だった。知り合いが格安の物件を見つけてくれたんだ。なんで格安なの？まさか事故物件とかじゃ。そう、事故物件らしいよ。俺は霊感ないから平気だし。私が霊感強いの知ってるくせに。だからいいんだよ、動画でネタにできるだろ。もう知らない。でも綺麗なお家ね。ルーさんいなければ住みたいわ。だろ、住めば琵琶湖って言うし。住めば都だぷに。玄関に入ると何か空気が動いたような気がした。ああ、中は広いな。早速洋館で洋館食べようぜ。冷たい風が吹きそうだぷに。何かいるみたい。でも悪い気ではないみたい。とりあえずこの訳ありの洋館での生活が始まった。その日の夜だぷに。私が夜中にトイレに行くと洗面所の鏡に何やら文字が現れた。おぼろげに見えてきたのです。エリカ様参上の文字が血文字で。参上の間違いだぷに。し、おだまり。あんた私が見えるのね、ラッキー。あなたはお化け。なんか雰囲気ゴージャスですけど。失礼ね、私はこの家の元の住人よ。戸籍も住民票もとっくにないけどね。それはいわゆる自爆霊ってやつじゃ。不本意だけどそういうことにしといてあげる。エリカさんの話では生前は売れっ子占い師だったらしい。だいぶ前に亡くなっているが、あるものを探しているため成仏できないそうだ。この家の住人は何回か変わったけど、私の姿を見てみんな逃げていったのよ。仕方ないぷに。私は探し物を手伝ってもらいたいだけなのに。私でよければ一緒に探しますよ。あら、そう、悪いわね。じゃ明日からよろしく。お芝居だったぷに。出会いの記念に教えてあげる。あんたたち家族に災難が起こるわよ。それと廊下に置いてある悪趣味の壺は災いを呼ぶから処分しなさい。あれは私の両親が売りつけてきたもので。とりあえず教えたからね。じゃ明日からよろしく。そう言ってエリカさんは消えていった。私、幽霊と知り合いになった。もしかしたら夢かも。そうだ、きっと朝起きたら夢だったとわかるに違いない。夢じゃなかったようだ。エリカさんでしたっけ。体の真上で宙に浮くのはやめてもらえませんか。さっさと起きて探し物してほしいんだけど。私は直接物に触れないんだから。私もやることがあるので空き時間にしかできないですよ。引っ越し祝いにいい話を持ってきたぞ。キャンペーン中でたくさんお布施をすると魂がランクアップできるんだよ。お父さんお母さん、なんでここが分かったの。うるさい、つべこべ言わずに金を出せ。エリカさんが言っていた災難ってこのことだったのかしら。両親には帰ってもらった。もちろんお金なんか払ってない。なんでこの家のことが分かったんだ。あ、もしかして壺。私は壺を割った。おい、壺割るなんて勇者かよ。なんと壺の中には GPS が入っていた。許せない、この壺ごと返してくる。おい奏、ちょ待てよ。
怒りがこみ上げた私は家から出て走り出した。私と私を追いかけてきたアルトは交通事故に遭ってしまった。異世界への転生はなかったようだ。私たちは全治3ヶ月の入院をすることに。私とアルトが入院している間は私の両親がハルを世話してくれた。アルちゃん、ジージとバーバがそばにいるからね。パパ、ママ、早く良くなってね。毒親だけどいいところがあるのだなと私は見直すことにした。3ヶ月経ったプニ、私とアルトは無事退院をした。二人とも頭に包帯をしたままの姿だ。アル、ただいま。寂しい思いさせてごめんね。化け物はあっち行け。え、私とアルトは凍りついた。あらあら、ハルちゃん、ママが包帯しているからびっくりしたんだね。そのうち慣れるさ。ねえ、ハルちゃん。その後も春の暴言は続いた。化け物消えろ、この家からいなくなれ。ハル、なんでそんなことを。テレビとかで覚えたのかね。私とアルトも春の暴言がとても悲しかった。久しぶり、私の予言が当たったわね。エリカさん、私の娘がひどいことを言うのですが、そういうのは原因とか占ってもらえますか。本人に聞けば。それはお前は偽物だとか言われて会話ができないんです。仕方ないわね。エリカ様が一肌脱いであげる。娘さんは私の姿が見えないから、いつも持ってる人形に乗り移るわ。そんなことできるんだ。エリカさんは春の持っているプニ人形に乗り移って話を聞いてくれることになった。春ちゃん、どうしてパパとママにあんなひどいこと言うか教えてプニ。え、人形が喋った。細かいことはいいから教えてプニ。あのね、今お家にいるパパとママは偽物なの。プニ人形に化けたエリカさんが帰ってきて説明してくれた。私の両親が春にあらぬことを吹き込んでいるらしい。ハルちゃん、今お家にいるのはパパとママを誘拐したお化けなんだよ。そうだよ、だからあいつらを追い出すから、ハルちゃんも手伝ってね。うわ、プニ人形が喋ってる。あ、アルト君、カクカクシカジカソプソプラノラノ。なるほど、お化けのエリカさんがプニの体に入ってハルに聞き出してくれたんだな。お化けなんて失礼な。それにしても両親がしたことはひどすぎる。何が目的なのか。お父さんが話があるんだって、集まってちょうだい。両親は私とアルトが退院してからずっとこの家にいる。初めは家事などをやってくれて助かったけど、今ではこの家の主のように振る舞っている。リビングに私とアルト、ハルが集まった。テーブル上座には両親がふんぞり返っている。面白そうだからこのまま見物しよう。ハルはなぜか両親のそばに座った。お父さんから大事な話があるからしっかり聞きなさい。何、どういうこと。お父さんはもったいぶりながら口を開いた。奏、アルト君、お前たちはこの家を出て行け。え、どういうことですか。今日からこの家は俺たち夫婦のものだ。わかった、ありがとう。え、何を言ってるの。しかも準備早。行こう、パパ、ママ。おい、奏、いいのかよ。その日のうちに私とアルトは家を出ていくことにした。あんたがいなくなると私困るんだけど。エリカさん、まだプニの中にいるんですね。意外と居心地がいいのよ。ウェブサイトってやつですね。もしかしてパラサイトのこと。エリカさん、また帰ってきますから、その時探し物を手伝いますね。え、だって待っててください。それまで春のことよろしくお願いします。それと私はエリカさんにある作戦を教えた。わかったわ。仕方ないわね。待っててあげる。私とアルトは春のことが心配だが家を出て行った。人形の中にいるのも楽しいけど、ハルちゃんに人形返さないとね。それにしても自分の子供を追い出すなんてとんでもない親ね。追い出し作戦大成功だな。これでこの家は私たちのものだね。この家は元は売れっ子占い師のものだったらしい。きっと隠し財産があるに違いない。奏たちはそれを当てにしていたんだろうね。そうだね、無職人と夫婦が生活できるわけないもんね。それにしても実の子を追い出すなんてあんたも鬼だね。それを言うならお前もだろ、春をうまく騙してまんまと信じ込んでくれたよ。
バカな子だね。実の親を化け物って言うなんて傑作だな。とんでもない親のようね。でもよその家のことだしね。私はこんな体だし何もできないから見守るしかないわ。さあ明日からお宝探しと行くか。占い師の隠し財産見つけるぞ。そうだね。大金掴んで魂をランクアップさせるよ。え、宝探し？もしかしてどさくさに紛れて探し物が見つかるかも。それにしても隠し財産なんてないのにバカね。翌日だプニー。家中探したが何にも見つからないぞ。カナダが家を出るときに持って行ったのかな。そんな時間はなかったはずだ。それにまだどこかに埋まっているかもしれん。明日は庭も掘り尽くそう。そのまた翌日だプニー。あんた、なんか見つけたよ。でかした。なんだ、銀色の四角い箱。子供の字でタイムカプセルって書いてある。開けてみよう。あれは、私がずっと探してたもの。あそこに埋めていたのね。そのまま置いておいてくれたらいいのだけど。なんだこりゃ、ただのガラクタばかりだな。それに、へったくそな絵。こっちの手紙は20年後のエリカへ。だって読まれてないじゃん。ウケる。こんな一円にもならんものはほっとけ。よくも私の大事な思い出を許さない。その日の夜だプニ。おい、電気がつかないぞ。ガスも使えないよ。これじゃ何もできないよ。暗いよ、狭いよ、怖いよ。とりあえずライターかなんかで明かりをつけないと。ライターつけたぞ。ん？カリン、そこにいる子供は誰だ？え？子供って、ハルじゃなくて？いや、着物を着た肩までおかっぱの。それは、私のお気に入りの人形だよ。誰だお前、髪を引っ張るな！バカラ、どこにいるの？ここだここだ！声だけ聞こえるよ。どこなのさ？声のする方に来てくれ！えだ！なんで画鋲なんか落ちてるの？春の部屋のドアからうっすら明かりが見えるぞ。中に入ろう。あ、春の部屋に明かりが。とりあえず中に入ろう。もしもし、奏でです。そちらの家の電気とガス止めたからね。奏で、勝手なことするんじゃない。え、だってその家はあなた方の家だから私が払うのはおかしいでしょ。ふざけるな。親を何だと思ってるんだ。こっちに来い。もう玄関にいます。カナダ、あんた春の母親でしょ。自分の子供に怖い思いさせてどういうつもり。怖い思い？どういうことですか。春ならここにいますけど。プニに、パパとママは化け物じゃないって言われた。春はずっとパパとママにひどいこと言ってたの。ごめんなさい、ママ。いいのよ、春。悪いのはおじいちゃんとおばあちゃんだから。この親不孝者が、お前の魂がどうなっても知らないからね。こんなわけのわからない家なんかいらないわよ。お父さん、お母さん、私はあなた方とは縁を切ります。さよなら、お父さん、お母さん。実はこの家は仮の住まいだ。前に住んでいた家をリフォームしているからだ。リフォーム期間中の仮住まいとしてこの洋館に引っ越してきたのだった。アルトが仕掛けた動画で両親が隠し財産を狙っていることが分かって呆れた。光熱費を止めたら両親が泣きついてくるとは思っていたけど、両親が言ってた怖い思いってなんだろう。おかえり、ごめん。ちょっとあんたの親にムカついて、ちょっと近所の自爆霊も総動員して可愛がってやったわ。ヤンキーですか？一体何をしたんですか？そうだ、探し物のお手伝いをしないといけませんね。光熱費の支払いをしてから探しますね。それなんだけど、もう見つかったの。え？翌日だプニ。子供の頃に親と埋めたタイムカプセルがどこに埋まってるかわからなくって、宝探しをしていたあんたの親が偶然掘り起こしてくれたのよ。ずっとタイムカプセルを探していたんですね。そう、庭にあるから中身を確認させてくれる？親が亡くなる直前にあの時のタイムカプセルが見たいと言ったの。私はどこにあるのかわからなくて、でも親の喜ぶ顔が見たくて必死に探した。探している間に親はもう、私タイムカプセルを見せたら親が長生きすると思って、
結局親にお別れの挨拶ができなかった。その時の思いが強くてタイムカプセルを探し続けているうちに私自身が衰弱しちゃって、この世とお別れすることになったの。それで亡くなった後もタイムカプセルを。そう、やっと見つかったけど、あんたの親に笑われちゃって大人げないことしちゃった。エリカさん宛ての手紙がありますけど、読んでもいいですか？あ、お願い。エリカへ、何があっても強く生きなさい。前に進みなさい。え、それだけ？シンプルですが、愛情がこもってますね。あれ、私、レイなのに涙が出てきた。エリカさん、なんだか色が薄くなってきましたよ。本当だ。消えそう。お別れかもね。さよなら。ありがとう。かすかに言い残して、エリカさんは消えた。心残りがなくなって、成仏できたのだろう。数ヶ月後だぷんに、包帯も垂れたぷんに。家のリフォーム工事が終わり、私たちは洋館を離れることになった。ぷんに、前は喋ってくれたのに、もう喋ってくれなくなったよ。病気かも。解剖しようかな。やめてぷんに。あの後、両親から何回も金の無心があったが、完全無視。教団にお金を出せなくて、今は肩身の狭い思いをしているようだ。魂が、金がないと魂がランクアップできないんだ。私は毒親と縁を切ることができて、今は穏やかに暮らしている。エリカさんの親御さんのように子供を強く思う親は多いだろう。だが毒親というのは確実に存在する。子供を苦しめる親とは縁を切った方が幸せになれることもある。そして私自身も春にとって毒親にならないでおこうと強く誓った。奏です。エリカよ、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。私も子供の頃タイムカプセルとか埋めておけばよかったな。今からでも遅くないんじゃない？え？なんなら今度ソプラノメンバーみんなで埋めましょ。そうだね。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。ごめん遊ばせ。